2020年今年もよろしくお願いいたします。みやチャンネルへようこそ。はい、2020年1月1日、明けました。現在時刻は朝の午前11時09分でございます。昨日ね、12月31日大晦日は昼過ぎぐらいから急にね、冷え込んできまして、窓もねちょっと凍って開かなかった感じなんですけども、そして昼過ぎ夕方ぐらいからもう夜にかけてずっとね、もう雪が降り続いて、一気に白銀の世界へと舞い戻ってしまい、朝はね、雪かきをしなきゃならないんですけれども、ちょっと雪かきを置いといて、新年初詣、1年の計は簡単にあるということで、いつもお世話になっております函館八幡さんの方へ行って、初詣をしていきたいと思います。はい、で今日はお相撲ポケット久しぶりにね登場でございます。で前にも言ったんですけど、お相撲ポケットのねワイコンの磁石が弱くなって通過なくなっちゃったので、今ワイコンなしで、撮っております。はい、1月年明けたからもう今月か、もう来週あたりねオートサロンで、東京行くんですけれども、秋葉原あたりでねワイドコンバージョン、健康さんか、全然ねネットでもどこもあの売り切れで手に入らないので、現地で手に入ればいいななんて思っております。はい、というわけでまずは函館八幡さんの方へ行きます。レッツゴー。まだそんなに人が並んでなくて渋滞しておりません。上り下りがあるので登っていきます。あ、その辺からちょっと人が並んでますね。それでも、午前中なのでそんなに人がおりません。もうこの段階で歯が入っています。さてさて、参拝が終わりましたので、この後はおみくじの方に行きたいと思います。いつもねここで獅子を噛んでるのが僕の友達なんですけども、今年はいないのかな。後でちょっと顔出してみようかなと思います。じゃあまずはおみくじから引いてみたいと思います。はい、ということでおみくじを買いました。真ん中の幸福おみくじです。獅子おみくじにしようかなと思ったんですけど、獅子が大きかったので、いつも買ってる幸福おみくじにしました。今年の獅子は僕の友達ではございませんでした。ということでぐるっと一周で店が出ております。いやでも穏やかな元旦になって良かったですね。はい、こんな感じで、実はねここに駐車場があるんですけども、ぐるっと繰り倒れと甘酒、いいですね。元旦から人が出てにぎわって、寒いのでおみくじはですね家に帰ってから開けようと思いますので、子供が獅子怖いと泣いております。あれ中入ってなかった。あ、わかった。子供は元旦から獅子に噛まれて怖いというトラウマをまあまあこれもね一つの経験でございますよ。はい、
来た時よりも並んでるかな。風もなくて良かったですね。元旦昨日の感じだとね、今日はどうなるかと思ったんですけども。はい、戻ってまいりました。あー、寒かったです。結構雪降ってましたでしょ。で、さっきね、あの上でいつもシシー噛んでる友達今日いなかったっつって下ってきてたらですね、途中あの対向車線側からね、ミヤちゃんってでっかい声かけられたら、そのシシーを噛んでる友達でした。奥さんと子供かなで一緒に初詣行ってましたね。はい。あといつもねお世話になってる函館箱ブラさんの方のね、足立さんにもお会いしまして、新年早々いろんな方にお会いしております。はい、ありがとうございます。ということで、初詣無事ね終わりました。ちょっと早い時間に行くと、まあ空いてる。これやっぱりね、お昼ご飯食べてから来ようかっていう人が多いのかなと勝手に想像して、ありますけれども、これから、戻ろうかなと思ってたんですが、やりすぎ都市伝説のね関さんの新しい本が出たというので、まあ初売りとかでね、あ、本屋さん元旦やってんだろうか、それ調べなきゃいけないですね。今ちょっとぐるぐるっと回って本仕入れて、ちょっと夜まで時間あるので読もうかなと思ったんですけど、本屋さんやってない可能性があるんで、今ちょっと iPhone で調べてやってる本屋さん、あ、ツタヤやってるか。真逆だな、函館八幡さんから函館のツタヤ。まあ、ちょっと近場でね、ショアタウンプラザやってれば、行きたいかなと思いながら、ちょっと、まあ初、なんですか、初売りというわけではないんですけども、ちょっとお買い物して、戻ろうかなと思っております。ということで、2020年も、ミヤチャンネルをよろしくお願いいたします。それでは。